岡戸陽一は元競輪選手、元サッカー選手。埼玉県浦和市出身。日本競輪学校第49期卒業。競輪選手現役時は日本競輪選手会神奈川支部所属。師匠はおじの岡戸道夫。ホームバンクは平塚競輪場。息子の岡戸優太はフットサル選手。帝京高等学校サッカー部出身で2学年上に、早稲田一難。 宮内里氏、金子久氏、同学年には現サッカー解説者の川添光一、元サッカー、日本代表の名取厚氏、トンネルズの木梨憲武、一学年下に辻谷博幸らがいる。高校3年時には FW として夏の高校総体ではベスト4、東京都選抜として国体優勝。冬の高校選手権では優勝に貢献。 ナトリア川沿いとともに大会優秀選手に選ばれ日本高校選抜の海外遠征に参加した。当時のポジションはセンターフォワードで高校サッカー60年史の高校総体の校ではいくつかの選手と共に顧問の突進を突起事項として挙げている。こうした実績から日本リーグのチームなどから勧誘を受けたものの本人は就職を考えた時何か サラリーマン的なサッカー界には魅力がなかったと語っている。その一方、おじで後に師匠となる岡戸道夫が競輪選手だったことから努力や技量次第で多額の報酬を得ることができる。個人競技に興味を抱き、卒業後は競輪界入りすることを決意した。初出走は1982年4月30日の下月園競輪場で、初勝利は 翌5月1日の同乗。1982年のデビュー直後から順調に実績を積み上げ、2年目となる翌1983年のオールスター競輪で特別競輪初出場を果たし、1984年には競輪祭新人王戦で優勝を果たした。競輪選手としての最盛期といえる時期は1986年から1987年にかけてであり、 この2年間において特別競輪決勝戦では2着2回、3着2回を記録。1987年には S 級一般で賞金獲得ランキングの上位を争い、地元平塚で開催された競輪グランプリにも出場し5位となった。長い間選手として活躍を続けていたが、2011年12月に、 地元の平塚競輪場に出場中、次回の競争で引退することを発表し、12月26日に、古巣の小田原競輪場で迎えた第9、RA 級特選が最後の競争となり、9着に終わった後、引退セレモニーが行われバンクを去った。2012年1月5日、選手登録少女、通算成績2495,302勝。引退後は、 地元の平塚競輪場を中心に競輪レポーターとして活動している。ありがとうございます。